すけさん、きょんしーさん、おーちゃんさん、中野さん、おふさん、つばゆうすけさん、きょうへいさん、のーくんさん、なさっかーさん、デムニオンさん、ぼーゆうすけさん、きょうちゃんさん、東京特許許可局局長さん、ありがとうございます。しょうさん、くま、ありがとうございます。くまった、くまった。トルブさんのドラマ見てた、さっきまで。写真撮った、トロが出てきた時とトロの顔を写真撮った。ん、違う、顔じゃない。ファオシさん、コモチンさん、ブラウンヘアさん、ありがとう。トロの名前だ。もう同室バレた。全然喋ってないのに。さすが。なんで？オーラじゃない。やっぱり。うん。ダダダダムさん、試験マシンさん、タレゾウさん、ありがとう。明日大阪、そう。天気予報の方の方、ありがとう。ハゲてるけど今ちょっとなんか。ほがね、出ちゃった。ほっといてよ。どうなって。うざいんだよ。うざいんだよから。どうなっていいじゃない。私なんて。髪が修復不可能になった。ああ、ゲシュタルト崩壊。森の都へ行きます。ありがとう。うざいんだよ。解いてよ。どうだっていいでしょ。私なんて。残念そうじゃん。アイラブ聞いたけどめっちゃいい。本当？M ケンさん、坪井英介さん、大月上島のカズさん、スカパラダさん、ありがとう。今日髪巻いてる？巻いとるよ。どう？こんなに鮮やかな色彩に。それは握手会で言ってくれるの？言われたいんですか？天使の姉さん、ありがとう。トロセリフありましたよ。喋ってましたよ。はいとかしよう。うん、はい、はい、なんちゃらなんちゃらって言った。はいって言った瞬間に喋った喋ったって言っとったけん、なんて言ったかは聞けてないけど、なんか言った。はい、なんちゃらなんちゃらですって。しょうさん、マチがありがとう。今度初めて握手行きます。ありがとう、嬉しい。もう撮るよ。地方婚から生還しました。楽しそうだったね。お面欲しい、私もつけてみた。今度久しぶりに行きます。ありがとう。昨日劇場にプレゼントとお手紙届けてきた。ありがとう、優しい。ミチュコン、あはは。トロがカノンちゃんに焼肉おごるっぽいので、私がミチに焼肉おごります。やったー。
やったやった、お父様様。髪の毛が、あと、うちの仲間の写真に写ってた SDU じゃない子はチーム8の奥原ひな子ちゃんです。島根出身の奥原ひな子ちゃんです。かわいい、かわいいんですよ。スカバラダさん、ありがとう。秒で保存した。風邪薬の CM しそうな雰囲気。今日あなたの風邪はどこから？私は喉から。キースタンさん、ありがとう。俺はミチから。イエーイ。何振り回してる。喉の風、熱の風、狙い撃ち。懐かしい。喉の風、熱の風？熱の風って何？あ、熱が出る風ってことか。MK さん、ありがとう。チンコンタク風総合。今日はオレンジメイクです。髪型はねじってピンで止まってます。目がパキってる。それは多分照明のおかげ。こんなに瀬戸恋トレーナー買ってた。お、なんかおしゃれなやつ。ここに書いてあるやつ。昨日みんなおしゃれなニット帽かぶってるなって思ったんですよね。お、今日誕生日。病んじゃった。なんで、どうしたんだい。コロイチさん、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 コロイチさん。あれ、コロイチさん、お誕生日おめでとうございます。よっ、よいしょ。コロイチさん、おめでとう、おめでとう。おめでとう。中友さん、クマありがとう。おーちゃんさん、シティリバーさん、ありがとう。相方かなちゃん、いい。
笑うときにこうやって笑う人になりたい。って言うとあーってこうなるから、こうなりたい。自分の笑う顔がそれこっこ。違うでもないけど、デブニアさん、スケモンさん、ありがとう。なんか笑うときにいつもなんかうここがくしゃってなる人。あ、ふーちゃん、そうコッコは2個ある。ここはははって笑う人って笑った気が。仕事でもっと周り引っ張っていきよって言われて病んじゃったよ。引っ張っていくタイプじゃないのに。わかるよ。私の笑った顔嫌い。あ、なんつったんだろう、偉大な顔になってる。レッスン場に必ず持っていくものは名札。そう、キョンシーさん、大崎上島のカズさん、ダダダダムダさん、タイガーさん、ありがとう。練習中。今日マジでかわいい。今日カノちゃんがいちいち笑ってくれる、嬉しい。ちょっと20歳をここくしゃってする笑い方を目指そう。お顔見てたらお眠りになってきた。にゃんね、羊みたい。今日試験マシンさん、すぐるさん、アモズさん、ありがとう。地味に気が強いって知ってる。ああかのちゃんもくしゃじゃね。頑張ってんの、うん、私そこのベッドの上行ってジャンプしに行きたい。やめて。そう、おでんでんでんデラックスさん、あまずさん、ありがとう。みーちゃんにしか見えなくなってきた今日。あきらさん、ありがとう。ビルマさん、しんやさん、ありがとう。メルゾット、ありがとう。地方婚、愛知県出身の IK さんが VTR でした。おそいつ今俺の隣にいるで。ベッドジャンプしに行く。いい。おーちゃんさん、中友さん、めっちゃ可愛い、ありがとう。きょうちゃんさん、ありがとう。ペンで塗れば解決。何よ、このシワ。いちご大福さん、ありがとう。デブニアさん、ありがとう。そう。最近のみちゅイケメン、うそ。恭平さん、ありがとう。
エスティーショップ行ってみちのうちは意外にでかくて買うのやめた。なんでよ、家に飾っとったらいいのに。フォース張り切りすぎたね。ありがとう皆さん。村田より変身するやつやりますか。まあ取るよ。タートルネック顎のラインが最高。雪風さん、クマありがとう。もうちょっとで髪を切るからイケメンになり始めたのかな。友達が最近道にハマってる。お、クイ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 。久々に声出てる配信見た気がする。どういうこと？白人って何？地方婚にしおいさんと川太郎来たのって、めっちゃびっくり。そうなん、俺らも行きたかったぜ。めっちゃびっくり。マジか。イケメンも可愛いも両方揃ってるからいい意味で悪いよな。イエーイ、いい意味で悪いよなです。ティーディバーさんありがとう。私も見てね、待ってる。お、うれしい。すごいね。松岡夏美さんもツイートしてらっしゃいましたね。千穂ちゃんすごかった。ちょっとだけ見たけど、丸い意味でもね。なんでアンナルームからありがとう。さしなゆいさんありがとう。 TDC に新規連れて行ったらふーちゃんに釣られてた。なんかふーちゃんなんかさ、セクシーな服着てたよね、黒い。あれ何の衣装？その服にあのメガネ似合う。あん、持ってきてない。オレンジメイクで使ったアイシャドウね、廃盤になった。ごめん、私もね知りたいんですよね、自分のこれ何の色に近いんだろうってめっちゃ知りたいんですけど、廃盤になっちゃってね、そうないんですよね。でもエチュードハウスのやつ可愛いよね。イエーイ、一番好き。イエーイ。そっか、アニメートでおみちのうちは買ったよ。確かにでかい。ありがとう。マリカさんの個展行きたい。ホームシック行きたい。ソロハンに未知の握手会行ってほしいって言われたから今度行きます。待ってます。レムニアさんありがとう。持ってると価値が上がるんじゃない。いやでも、そんなアイシャドウは世の中にいっぱいあるから。でもめっちゃ欲しい、自分はこれと同じやつ。前髪綺麗、ほんと？その髪型似合いすぎ、やった。前髪切ろうかな、明日。こんぐらいの分け方がいいですね。女子大生みたい。青いひまわりのモバイルバッテリー買ったよ、イエーイ。ゆきさんありがとう。プラモデルを赤で塗るときは
下地にオレンジを塗ると発色良くなる。そうなんや。じゃあ人間もそうなんかな。ゆきさんかな、ありがとう。キョンシーさんありがとう。ショートが楽しみすぎです。ほんと？みんな何派？え、プラモデル作ったこと、色塗りのやつはない。でも色塗りまでするのやつは、するやつは。57枚目シングル握手会、握手を追加しました。ありがとう。待ってます。でも組み立てるやつはやったことある。推しにショート派いないけどショート派です。司会でこの髪型やってほしいね。私もうまくできたらやりたいんですけどね。この髪型はショートにしてもできそう。どうも、ショート派なのに推してる子みんなロング、なんで。バルボロスさんありがとう。その髪型ツアーでもやってたやつよね。あ、ちょっと違うかな。でもねじるか黒リンパかちょい違う。めっちゃ見えてすごい。黒リンパって言ったらみんな上島さんって言ってる。年齢を感じますね。なんかこう結ぶじゃん。結ぶんでここに穴を開けて、この結んだ結び目をこうくるってしてこうするんですよ。そしたらここがねじるの、ほらねじられるんですよ。ちょっと全然見えんけど、それをくるりんぱって呼ぶんです。ここは結んでますっていう設定ですって感じ。あ、そうそうそう、煮物のこんにゃくみたいなやつを髪型でやるの。こんにゃくのあのおしゃれなやつ。そうそうそう。あれくるりんぱって言うんです。食材もおしゃれを楽しんでる。こんばんは。そうさんありがとうございます。早っ、もう55分早っ、時の流れ。右の顔かわいい。右手どっち？自分は左派。何それ、なんでそんな話をしよう。目で目が覚めた、ごめん。今日テンション高い。
皆さんと右と左ちょっと逆の時がたまにあってわからないんですよね。前髪の分け目がある方かない方かとかの方がわかりやすい。自分はこっちの顔が好きです。ちなみに同室はかなちゃん。前髪ある方、あ、こっち、こっち左、こっち右、こっちが好き。こっちは何？ビルマさんありがとう。あ、大変。意外と背で違うの。そう。でもカメラがね、こっち側にあるっていうのもあると思う。カメラがここにある。こっちこう真ん中にしたら。どうだろう。って感じ。やばいやばいやばす。13位セリアさん、12位バルボロスさん、11位アモズさん、10位ギルスさん、9位ショウさん、8位キョンシーさん、7位東京特許許可局局長さん、6位ユキカデさん、5位中友さん、4位シティリバーさん、3位ツーモさん、2位ダダダダムドさん、そして1位はドゥルルンジャジャン坪井ゆうすけさん、ありがとうございます。今日のラッキーナンバー22位はドゥルルンジャジャンチョビさん、ありがとう。うん、それでは今日も一日お疲れでした。ありがとう。バイトラフォー、おやすみ中。オレンジメイクいいですね。ドゥ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 ド